車掌さん、まだ来ないの？パムでも油を売ることがあるのね。うん、待たせたな。重要なことじゃから準備に少し時間がかかってしまった。うん、そんなに重要なことって何？乗客の諸君は知っとるじゃろうが、次の列車の目的地は宴の星ピノコニーじゃ。皆が宇宙でも有名な星空ホテルをずっと楽しみにしておったことは俺も知っておる。じゃが出発する前に改めて3つのことを注意しておきたい。1つ目、ピノコニーが位置するアスデナは奥室が充満しとる星系で、歴史的に記憶域から漏れ出した大ホールの一つでもある。数千年の歳月が経ってもこの先の奥室の濃度は平均値よりも高い状態を保っておる。普通なら大した問題ではないのじゃが、人それぞれ体の状態は異なるからな。めまい、幻覚、記憶の混乱などの症状が現れた場合はくれぐれも油断せぬように。2つ目、ピノコニーは調和のファミリーの領地であり、ファミリーが他の派閥を公に招待するのは今回が初めてのことじゃ。列車も客として招かれとる以上、守るべきルールはしっかり守ること、これを忘れるでないぞ。分かった、郷に入っては郷に従えってことだね。安心して車掌さん、七死人の顔に泥を塗るようなことはしないから。最後3つ目じゃが、これは注意というよりも無理を承知で俺からみんなに頼みたいことがある。できれば休暇の合間に数人の七死人に関する情報を探ってきてもらいたい。私が説明するわ。列車が停車するほとんどの世界と同じように、ピノコニーも銀器城にある駅だったの。数千年前、そこはまだカンパニーの辺境の監獄で、開拓がそこと数千もの星々をつなげていた。当時星宮列車もピノコニーを訪れたことがあって、旅に出会いと別れがあるように、記録によると数人の乗客がピノコニーに残り、そこを自分の終着駅としたの。あまり深刻に捉えないで、ただ過去の停車駅に戻るだけだと思ってちょうだい。列車が去った後、性格は各世界を遮断した。そしてピノコニーの主も幾度となく変わったわ。そこに残った七死人たちがその後どんな暮らしを送り、どんなことを経験してこの世界にどんな痕跡を残したのか、先人たちの足跡を追うことも一種の冒険でしょ。星空から離れたとしても七死人の開拓が終わることはない。パムもそう思っているのよね。乗客名簿によると、当時下車した3人の乗客の名前はティエルナン、ラグウォーク、ラザリナ。それぞれ列車の護衛、整備士、測量士だったらしいけど、それ以外の情報はないわ。名前と職業だけ？聞いた感じ本名じゃなさそうだし、星草の中から針を見つけるようなものじゃない？とにかく成り行きに任せればいいわ。七死人の多様性を考えると、彼らの子孫を見つけられるかもしれないし、確率は低いけど本人にも会えるかもしれない。それじゃあ今回の航路会議はここまでにしましょう。跳躍までまだ時間があるから、もう少し荷物の確認に時間をかけていいわよ。跳躍が始まる前に俺が放送で知らせてやるからな。各乗客は注意せよ。まもなく跳躍を開始する。まもなく跳躍を開始する。席に座って近くのものに捕まるように。まもなく跳躍が始まる。 GO!
また一人ついてこい。その質問には意味がない。だが、できる限り説明しよう。ここは現実と記憶域の境界、無境だ。今この瞬間、あなたと私は偶然にも同じ夢を共有することになり、互いの思考の中に現れた。これは私たちに対する夢の力の最初の挨拶だ。何も心配することはない。あなたはすぐにこの夢から目覚める。ここでの出来事は全て忘れ、かすかな落胆が残るだけ。こうした忘却は朝を迎えるたびに起こっている。私たちにとってはすでに慣れ親しんだ日常だ。ついてこい。あなたを家に連れて帰る。もうすぐ着く。まだ歩けるか。面白い。冗談を言う余裕があるなら大丈夫だろう。立ち止まるな。振り返るな。下を向くな。上も見るな。ここから出ていくんだ。いつもと同じように目覚め、この偶然の出会いを忘れ、元いた場所に戻るといい。ただ、別れる前に一つ聞きたいことがある。少し奇妙に思うかもしれないし、失礼だと感じるかもしれないが、それでも教えてほしい。私たちはどこかで会ったことがあるか。あなたは昔の友人を彷彿とさせる。おぼろげな記憶だが、私と彼女はとても親しい間柄だったのに、この奇妙な夢のように近くにいるのに手が届かない存在だった。もう少し聞いてもいいか。私はよく忘れてしまうから、記憶よりも感覚で物事を捉えるようにしている。答えが正しいか否かは重要じゃない。重要なのはその時のあなたの反応だ。例えば客室で目を覚ました時、あなたはいくつかの名前をつぶやいていた。彼らは仲間か家族か、それとも敵か。あなたは多くの人々、多くの物事と強い絆を結んでいるようだが、その絆を失うことに恐怖を感じるか。うん。仮に巨大で現実との区別がつかないほどリアルな無境があったとしよう。そこには別れがなく、誰もが満足感と幸福を得ながら永遠に楽しく生きていくことができる。あなたはその中で暮らしたいと思うか。なら、その美しい夢が壊れ、あらゆるものが消えてしまうとしよう。友人、家族、赤の他人、そして爽やかな風、空を飛ぶ鳥、星々、最後にはあなた自身。全員、彼らの記憶の中の全員、その笑顔も涙も、果たした約束も果たせなかった約束も、最後には全てが定められた結末に向かっていく。旅立ちの時からその旅の終点を知っていたとして、
あなたはそれでも旅を始めるか。難しい問いだということは分かっている。今すぐ決断する必要はない。言っただろう、答えは重要ではないと。耳を傾け、手で触り、考える。そうすることで感じ取れるものがある。それを大切にして、その感覚を頼りに選択すればいいんだ。それで最初の質問に戻るが、あなたは私のことを覚えているか。わかった。面白いな。さっきは無数の似て非なるあなたがそれぞれ全く違う答えを出しているようだった。今のが本当に最後の質問だ。ありがとう。私たちにはそれぞれ進むべき道がある。ここで別れることにしよう。金色の夢が今にも動き出そうとしている。これから訪れる長い夜、あなたは多くの挫折を味わい、数々の悲劇を目の当たりにするだろう。やがてその目には色あせたモノクロの世界しか映らなくなる。その世界には一抹の赤が現れるが、瞬く間に消えてしまう。だが信じてほしい。あなたが決断を下す時、その赤は再び現れると。あなたは私の言葉の意味をよく噛みしめ、そして目覚めの世界へ帰るという。私たちが探している答えはそこにある。そんな目に遭うとは。くれぐれも気をつけろ。お前は奥室に対する耐性が低いようじゃ。何、気にすることはない。夢と現実は相反するものじゃからな。お前が寝とる間に列車はピノコニーに到着したぞ。かつての辺境の監獄も今では豪華なホテルに変わっておる。車掌として今のピノコニーには興味があるが、俺は列車から降りられんからな。代わりに存分に楽しんできてくれ。荷物をまとめたらいつでも降りて構わん。美月ちゃんは客室車両におるから会いに行ってやれ。お前と一緒に出発するのを待っておるぞ。イミグレーションって複雑すぎない？10回以上も検査を受けて、スーツケースを何度もひっくり返されて、あいつらあんたの性格を取り出そうとするんじゃないかと思ってヒヤヒヤしちゃった。ある意味ファミリーって本当に寛容なのかも。でも苦労が無駄にならなくてよかった。このホテルのロビーってすっごくゴージャスだね。あのずらっと並んでるのって全部客室？何人くらい泊まれるんだろう。うちらの部屋はどれかな。ほら、幼児ちゃんたちはフロントに並んでるはずだから、うちらも早く行こう。
エバリーへようこそ。忘れられないリゾート体験をお楽しみください。チェックインが必要な方はフロントまで進んでくださいね。僕はミーシャ、ピノコニーのスタッフです。よろしくお願いします。荷物をお部屋に。あんた早くこっち来て、なんか変な感じがする。荷物をお部屋に運ぶ必要がありましたらいつでも気軽に声をかけてくださいね。そう、お連れ様が待ってますよ。